今日はこちら、保有しているオリエンタルランドから配当金が届きましたので、実際のパフォーマンスと今後の株価の見通しについてお話しさせていただきます。皆さんこんにちは。お金の学校学長の今川和明です。今日は冒頭、第17回 YouTube ライブのお知らせです。毎回好評いただいている YouTube ライブを12月18日土曜日夜9時にお届けします。タイトルはバーゲンセール終了、次の急落は2022年1月か、次のバーゲンセールと注目銘柄です。新型コロナオミクロン型の話題から11月末から12月の頭にかけて株価が急落、まさに株式のブラックフライデーともなりまして、実際に僕が購入した銘柄の紹介なども動画でお届けしています。次のバーゲンセールはいつになるのか、押し目買いのチャンスとなるのはどのような銘柄群となるのか、いつもと同じく視聴者さんから質問を受け付けながら進めていきます。今回もたくさんのコメント参加お待ちしております。12月18日土曜日夜9時スタートです。お忘れなきようチャンネル登録がまだという方はぜひこの機会にチャンネル登録もお願いします。今回は保有しているオリエンタルランドから配当金が届きましたので、僕の実際のパフォーマンスとオリエンタルランドの株価の見通しについてお話しさせていただきます。オリエンタルランドの保有期間は1年10ヶ月となりまして、配当金は4回目の受け取りとなりました。オリエンタルランドの株は以前から買いたいなと思ってたんですけれども、株価は右肩上がりの上昇が続いておりまして手が出しづらかったんですけれども、昨年のコロナショックの急落を機に株主になりました。現在は運営する東京ディズニーランド、ディズニーシーともに新型コロナ感染対策として入場制限が継続中です。しかし入場制限の引き上げですとか GoTo トラベル再開の話題など、コロナ禍の出口が見えてきたということもありまして、先月株価は上場来高値を更新しました。オリエンタルランドは中長期投資に向く銘柄だと思っておりますので、株価の動向や株主還元が気になる方はぜひ参考にしてみていただけたらと思います。今日はこちらの流れに沿ってお話を進めていきます。それでは早速僕の実際のパフォーマンスを紹介します。購入したのが昨年2月で、購入株価は 13,405 円でした。そして今日の終値が 19,090 円となっています。配当金の受け取り累計についてはこちらで紹介させていただきます。1年10ヶ月の保有期間の間に1株当たり61円の配当金を受け取っています。配当利回りにするとわずか 0.1% なんですけども、ただ赤字が続く中で配当金を出してくれているというのは株主にとってありがたいことです。そしてオリエンタルランドの株を購入するにあたって目的としては、やはりこの株主優待制度ではないでしょうか。株主用ワンデーパスポートということで、100株持っていますと1枚受け取ることができます。400株保有すると9月にもう1枚もらえます。800株保有になりますと、中間決算時に2枚、期末決算時に2枚で合計4枚受け取ることができます。例えば家族4人分の株主優待券を受け取ろうとすると、現在の株価ですとおよそ1527万ぐらい投資金額が必要となります。相当な投資金額が必要となりますので、例えば家族それぞれの名義で100株ずつ購入して1枚ずつワンデーパスポートを受け取れるようにすれば、投資金額が半分で済みますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。ちなみに2018年の9月30日から2023年9月30日まで100株以上継続保有した株主には、100株で4枚のワンデーパスポートをプレゼントのキャンペーンをやっていますので、優待を目的にした投資家さんはよっぽどのことがない限り2023年9月30日までは売却しないと思われます。今日の終値が 19,090 円ですので、実際のパフォーマンスでいうと含み益が約 42% 出ている状況です。これに加えて配当金累計6100円と株主優待のワンデーパスポートを2枚受け取っています。含み益に加えて配当金と株主優待およそ 24,900 円相当というのが現在の投資の成果です。続いてオリエンタルランドのビジネスモデルを紹介します。オリエンタルランドはもう皆さんご存知ということになりますけども、東京ディズニーランド、ディズニーシーの運営が主な事業です。入場料や園内の物販、飲食が収益源となっています。周辺のディズニー公認ホテル、商業施設イクスピアリなどを含めた東京ディズニーリゾートとして運営を続けています。ちなみに東京ディズニーランドは1983年4月に開園、東京ディズニーシーは2001年9月に開園しています。東京ディズニーランド、ディズニーシーの入園者数は世界有数の規模となっています。昨年は新型コロナの影響で一時休園、入場人数制限を実施しているんですけども、9月にディズニーランドで美女と野獣ですとかベイマックスなど大型新アトラクションがオープンしています。さらにディズニーシーでは来年アナと雪の女王のアトラクションがオープン予定です。続いてオリエンタルランドの直近の決算内容を解説します。
2022年3月期第2クォーターの決算発表なんですけども、売上高は975億6800万円、前年同期比 65% 増、営業利益は193億8000万円の赤字、前年同期は241億7800万円の赤字でした。そして純利益は141億9100万円の赤字、こちらも前年同期は300億9500万円の赤字となっていました。テーマパークは休園をすることなく入園制限を継続してきました。当初は1日5000人の入園制限だったんですけども、1万人以下に引き上げ、その後も段階的に引き上げてきています。時短営業も緩和してきておりまして、徐々に元の営業体制に戻りつつあります。チケットの値上げを実施して、入園者1人当たりの売上高も改善しています。入園者1人当たりの売上高は前期比 18% 増の 13,642 円と2年ぶりの上昇となっています。これを踏まえて収益を回復させる目安は1日当たり4万人としています。ディズニーランドとディズニーシーの来園者数が2万人ずつという計算になります。それでもパークの最大来園者数の 20% から 30% ですので、ソーシャルディスタンスなどのコロナ対応を意識しながら十分可能なラインと思われます。これによってテーマパーク事業は底入れ段階に入ったと見ています。ホテルも低稼働が続いていましたけども、現在は予約がなかなか取れないほどに稼働率が改善しています。この稼働が続けば下期は業績回復が見込まれます。続いてオリエンタルランドの株価見通しをお伝えします。まずはここ10年間のチャートを見ていただきたいんですけども、東日本大震災以降、そしてコロナショックまでの10年間、株価は右肩上がりの上昇を遂げてきました。ここ2年間はコロナ禍で株価は揉み合いながらも、今年に入って上場来高値を更新しました。新型コロナデルタ株による第5波が発生したことによる緊急事態宣言などの影響を受けて、株価は一時下がったんですけれども、11月に入ってからは大台の2万円台に乗せています。オミクロン型の話題から一時調整はしたんですけども、再び2万円台を目指して上昇し始めたという段階です。オリエンタルランドの株価の動向の見立てということなんですけども、ディズニー人気が永久に不滅ということであれば、やはりこれまで引き継いできた右肩上がりの上昇のトレンドというのが継続していくと予想しています。東日本大震災ですとか、そして昨年起きたコロナショック、緊急事態宣言などによるパークの臨時休園というピンチを乗り越えながらここまで来ています。先月僕も株主優待を利用してディズニーランドに行きましたけれども、ホテルの稼働についてはコロナ前と同じくなかなか予約が取れない状況にすでになっていますし、パーク内もディズニーファンの熱気というのも肌で感じました。まだまだコロナ禍は続くかもしれないんですけれども、やはりディズニー人気とともにオリエンタルランドは成長する企業だと思います。業績の拡大に沿う形で株価の上昇とワンデーパスポートの株主優待、そしておまけ程度ではあるんですけども、配当金を受け取りつつ、中長期的な資産の成長が期待できる銘柄だと思います。10年間の長期チャートを見ていただきますと、押し目があるようでなかなかないという銘柄だと思います。ここからは悪化するというより良くなっていくだけの状況となってきていますので、昨年のコロナショック級の暴落タイミングが来ない限りは、この先に大きく下がることは想定しづらいように思います。ということで、オリエンタルランドの株を買いたいと思っている投資家さんは、購入する資金ができた時が買い場と言えるかもしれません。続いてオリエンタルランドの今後の懸念材料についてお話します。オリエンタルランドは営業黒字を目指してコストコントロールに力を入れています。吉田社長は不要不急のコストを精査した上でパーク運営の効率化を進めて今期の黒字化を目指すと6月の社長就任時に語っています。また事業拡大のための設備投資にもどこまで資金を投入するか、計画の見直しも実行しておりまして、業績回復のスピード感が株価にも表れてきそうです。僕自身はディズニー人気は永久に不滅と思っていますので、新型コロナウイルスの感染拡大ですとか天災など想定の範囲外の影響を受けること以外はリスクをあまり感じていません。かなり先の話にはなりますけれども、ディズニーとの提携関係が崩れてしまって、2076年までとされるディズニーのライセンス契約を取り上げられることがない限り、事業の継続性の懸念材料もないと思われます。今日のまとめということなんですけども、投資先を選定するにあたって唯一無二の存在の企業というのは強いと思っています。当初はリバウンドを取りに行って売却する予定だったんですけども、結果的に押し目のポジションで購入できていますし、中長期目線で株価が上昇していく銘柄ということであれば持ち続けてもいいのかなと思うようになりました。今後もディズニー人気とともに株価の値上がりと株主優待を両方楽しみに期待できる銘柄だと思いました。今日は
保有しているオリエンタルランドから配当金が届きましたので、実際のパフォーマンスの紹介と株価見通しについてお話しさせていただきました。それではまた次回の授業でお会いしましょう。